はい、どうも小橋です。さあミンゴルやっていきますと、その前にですね、先日チームの、メンバーの方、どうやって説明しようかな。チームのメンバー全員にある人からナイスが送られて、んでそのナイスを見てみると、その送り主が名前がそのチームのある方のお名前に何々って書いて、でその人を見てみるとメインメッセージですっごい悪口っていうかね、なんかひどいことを書いているっていうことがあって、チーム内でも何なんだと、そのご本人はチーム内での働きと真逆なんでね、本当にとてもいつも助かるっていう方なので、もう何なんだと思って、私の方もちょっとツイッターでこれど何なんだよって上げさせてもらったら、たくさんの方からお返事とかね、いただいて、ありがとうございました。まずはありがとうございました。んでね、本当今までも相当な数の人のことをそうやって、いわゆるディスってきたみたいですね、その人は。で結論ほっとくのが一番なんですけどねっていうところもね、皆さんからコメントいただいてね、本当にそう思いますね。もうなんかそういうことでしか自分を表現できないんですかね。なんかなんつうかな、なんかちょっとかわいそうですよね、どちらかっていうとね。あれやればやるほど、自分と気持ちいいかもしれないんですけどね、あれはやればやるほど自分が惨めであることをより多くのミンゴルファーにね、自分は言ってしまえばね、この表現良くないかもしれないですけど、低レベルな人間ですっていうところをねより多くのミンゴルファーにね、見せてるっていうところでね、なんかほんとかわいそうですよね、やればやるほどっていうところで。なんかね、なので我々はその人よりはね、人間的にも人間派的にも、上ということ、上って言ったら表現が失礼なんですかね。なのでほっておく、もしくはなんかゲームしちゃいます。その人にこの先1年間、いや2021年の間で何回ディスられたか心の中でカウントして、年末この小橋のチャンネルで発表する。どうやってカウントすんねんって感じですけどねコメントとかいただいて、私5回です、おーチャンピオンじゃん、僕3回だからチャンピオンだみたいなのやっちゃいます、なんつってね。それは良くないとして、どうでしょう。こんね、あんなディスり方する人は僕の動画なんて見てないとは思うんですけど、なんかね、このままほっとけばいいのにほっとけない小橋、その人に一言メッセージを送らさせていただきます。どう、うちのチーム入らない、うちのチーム入って人間教育受けないかい、なんつってね。なんかうちのチームならできそうな気がして、こんだけね僕含めたくさんの、ミンゴルファーがうちのチームで強くなってます。僕の順位も強くはなってますね。ミンゴルファーとしてのレベルを上げることできてるんで、なんかうちのチームなら人間教育もできんじゃないかなとか思っちゃったりして、なんつってそのためには、その人が入るためには誰かが脱退しないといけないっていうところでね、ハードルは高いし、実現はほぼ無理だとは思いますが、どうでしょう、うちのチーム入ってみない、寂しいだけなんじゃないの実際ねえねえもしその意思があるのであれば、実現なかなか難しいですけどね。名前をまず、小橋宛ての名前に変えて、で、メインメッセージで、入りたいです、みたいな、表記をして、ずっとそれで、他の人ディスったりしなかったら、ほんとチーム議題にあげてもいいかなと思うので、実現は難しいとは思いますが、ぜひご検討ください。やべ、その人のメッセージで長くなっちゃった。はい、じゃあいつも通り、先週の順位からいってきますね。
先週は久しぶりに無風が使えるギアナのまあコース設定でしたね。はい、フレンドさんの1位は20アンダー、リリリンさん20位、おめでとうございます。そのまま20アンダーがあと2人、21位で DM さん、そして30位でジークタミクさん、素晴らしいですね。そして19アンダー、ももさん、ウリム 99% さん、ポンコツ隊長さん、おミッキーさんですね。19アンダー小橋目指したんですけどちょっと無理だったな。さあ18アンダー HYO さん、モゲカイドウ53ついさん、マタシさん、黒猫さん、マッスーさん、リオンさん、ナユタさん、ワチさん、リホさん、ナンナンジャーさん、ナバーロさん、エグゼさん、 TK タカさん、カズさん、レフトさん、クンクン Z カッコカリさん、ファミリアさん、ツヨッシャーさん、ジュンさん、ビビさん、コウイチさん、ダンスさん、そして私ですね。はい、まあ18アンダーは3チップね、今回チップは比較的、ワンチップは比較的簡単だったかなとは思うんですけどね。はい、で DJEO さん、翼さん、シノンさん、ショコさん、エンゾーさん、アーチンさん、麦酒造さん、HYO さん、ムクさん、タカさん、シムさん、あ、おお、タカさん、777、惜しいですね。あと、小橋チャレンジ、ずっと参加してくださっているのに、遭遇できなくて、本当に申し訳ございません。はい、どこまで読んだっけ、シムさん、アップストーンさん、アンさん、シンさん、サトシさん、KK さん、パムさん、オーカさん、おチーム、アンパリオレンジさん、今日がね、アンパリオレンジさん、はい。アンさんですね、ジュンさん、ヤンマーさん、アップリンさん、マイド抜け作さん、もぐもぐさん前ですね。さあ、2チップ17アンダー、クリさん、ケイドットさん、サケさん、ニーガンさん、ヒロミさん、アホさんですね。そして16アンダー、1チップがサイボーグ中之島さん、ニシアンさん、EJ ライトさん、ジャスミンさん、ハラゲリカさん、黒龍さん、ジョーカーさん、カジコさん、石川さん、高橋さん、まででしたね。まあワンチップあれば3000以内っていう感じだったでしょうかね。はい、ミンゴル行く前にちょっと追加事項っていうところであったんですけど、なんかね、小橋チャレンジポイントがね、あ、そうだ、今日、そっか、パリスだから、もうさ、アップした時には終わってるかもしれないですけど、パリスなので、アンさんアンパリだったんですね。パリスでやってます。で、ポイントが同点だった場合は、そう、勝率でやりたいかなって、要は遭遇率が逆に低くてポイント稼いでる人が有利っていうことにしようかなっていうふうに思っておりますので、よろしくお願いします。さあ、では今週のラントナ1回だけかな、行ってみましょう。今週はね、セカンド次第なんですね。今ローズを私は着用しています。さあ、ローズだとこのスマホの撮影の重さで、かつジャスインパクトがね、ハイパー3より全然ちっちゃいので、今からは不安でしかないんですがね。さあ、まあ一ホール目はローズでも他のね、ハイパーとかグラショギア系でもね、攻め方は変わらないのかなと思います。まあね、ちょっとね、傾斜読みで左にずらしてもいいし、ブレを正確に測りたい場合はピンのに向かってずらさずに、あーと、スーパートップスイングがかけられなかった、やめてね、ピンショットとかやめてね。あー、まあ右にだいぶずれてましたね。重い。さあ、お、微妙なラインだな。おお、やばいんじゃない、おお重いよ助けてよさあ、最初のホールはね、
まあこういう感じでブレを確認してなんですけど、セカンドですね。ビッグエアーを備え付けてる場合、手前のピンだと6ヤードぐらいのパターで残せるので、まあホールインワンは無理なんですが、ワンオンはできる。ただこの位置のピンとかだとやっぱローズが必要になってくるんですよね。でなのでどっちを狙うかっていうところですね。というのはなぜかというと、サードホールは低反発あった方がいいんですね、やっぱりね。なのでね、どっちを狙うかって、まあ本当にワンチップ狙うなら手前ピン狙いでもうハイパーで行った方がいいのかなとも思うんですけど、そっちの方がポイントも高いですしね、あの理論値の時にね。さあ重すぎてちょっと、おお、まずまずですね。縦ブレ次第では入ってたかな。まあちょっと欲張りすぎかな。まあここもね、ローズもね、風読みでね、ホールインワン狙えるんでね、逆にそっちもの可能性にもかけてっていうところはありますね。ローズをお持ちない方はぜひハイパーじゃない、ビッグエアをねカスタムしてね、386ヤードで狙ってみてください。あれか、あれでもいいのか、フルスイングのカスタムってもう皆さん普通にラントナやってたらお持ちなんす、ラントナじゃない、ミンゴルやってればお持ちなんですかね。フルスイングでやるっていうのもありかな。さあローズの難点はここで、ここで低反発が、まあ風を読んだらできるんですけどね、使えないっていうのはすっごい辛いですね。でめっちゃ右ブレが出てるゆえに、さらにすごい右にキックするので、結構このぐらいずらしてやってみようかな。弱めで、まあそれかもうピン狙いっていうのもありですよね、ここは。おお、これはナイスですね。見たかったですね。さあどうだどうだ、あーね、さあまた微妙なOK ですね。いやまあね、ここはね低反発の方がいいのかな。あとはあれかな、コーンパッドがある月光の方がいいのかな。まだ育てきれてないんだよな。さあすごいですね、まさきさんリハビリ中で7アンダーリハビリが治ったら何アンダーになるさすがですね、素晴らしい。すいません、せっかくの配信なのにその姿をね、プレイをね見せることが、お見せすることができずに、撮影することができずにすいませんでした。はい、まあこんな感じで今日は今週はやっていきます。まあ基本はローズで、あまりにもねちょっとチップ遠かったらね、ハイパー3に持ち替えて、まあ手前ピン狙いでやろうかなっていうふうに思います。そうするとね、1ホール目でブレを確認したら3ホール目結構狙えるんじゃないかな、どうだろうねっていう感じです。はい、お疲れ様でした。以上小橋でした。